束通り来てあげたわよ。友達との遊び方教えてくれるんでしょ。似合ってるってこの水着のこと？まあ遊びに行くだけだし大げさかなって思ったんだけど、一応頑張っては見たっていうか。ありがとうって あんたのためじゃないわよ。私がそうしたかっただけなんだから。そんなことよりさっさと行きましょう。まずはどこに連れて行ってくれるの？やっぱり最初はカフェよね。落ち着いて話できるし仕事もはかどりそう。じゃなくて、好きなものを頼んでいい？ありがとう。じゃあ私はこっちのパフェで。あんたは期間限定のケーキ？それちょっと美味しそうかも。なら一口ずつ交換？はあ？あんた何言ってんの？そういうのはもっと親しい人っていうか。するんじゃないの？まああんたが気にしないって言うなら私は別にしてもいいけど。ほらちょうどそっちも味見したかったし、よくよく考えてみれば合理的じゃない。だからその勘違いしないでよね。次は一緒にプールに行って、私はパス。ここであんたが泳ぐとこでも見てるわ。泳げないわけないでしょ。ちょっと待ってなさい、準備してくるから。そのままでいいのにって、ちょっと引っ張らないでよ。調子乗ってんじゃないわよ、このバカ。